はい、チャット GPT とか Google ジェミニ、アンソロピック、クロード3など、生成 AI にまつわるニュースをもとに皆さんにと一緒に見ていく、最新 AI ニュースになります。このニュースはですね、制作配信させていただいているのが生成 AI ビジネスラボのカワゴンです。皆さんおはようございます。6月16日日曜日、対談形式で AI ニュースの方をお届けします。今回の、いつものゲストです。村岡社長です。よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ちょっとオープニングを変えてみました。あの確かに新しくなってるなと思いました。はい、ちょっと若干変えてみました。はい。ちょっとあるポッドキャストを真似して、喋ってみました。そうなんです。はい。はい。ちょっと元ネタあるんで。はい。はい。今回もですね、日曜日のテーマなんですけど、生成 AI、活用財政戦ということでお届けしようかなというふうに思うんですが、一週間の振り返りちょっとやろうと思ったんですけど、先週とですね、はい、僕ちょっとあんまりニュース更新してないんです、実は。そうですね。はい。なんで、ちょっと、まあ、最新の AI ニュースの、部分で、ちょっと3つぐらいネタ拾ってきましたんで、それちょっと一緒に、見ていただきながらお話ししていこうかなというふうに思います。はい、お願いします。はい、はい、まず1つ目のニュースです。こちらです。はい、こちらの方、GitHub の方の方に、あったニュースです。ハローQuen2っていうことで、ですね、こちらの方なんですけども、Quen2 って言いましてね、アリババクラウド、ご存知でしょうかね。アリババクラウドの独自 LLM として、はい、オープンソースで、クエンっていう、LLM がですね、バージョンの 1.5 から 2.0 にアップデートされましたっていうお話になります。はい。はい、こちらの方のですね、クエンなんですけども、通常のですね、GPT とかですね、ジェミニのような形の大規模言語モデルではなく、まあ、いわゆるエッジコンピューティングって言いまして、デバイスの中で働くローカルの、LLM としてリリースされてるんですね。で、こちらなんですけどね、なんと驚きの7バイトで動く。すごくないですか。たった7バイト、はい、7バイトで動くっていう、ちょっとものすごい脅威のものでして、で、まあ、一般的にはですね、最大128キロトークンの、長文のコンテキストウィンドウも処理できるっていうこともあってで、まあ、実はですね、このチャット GPT の 3.5 も超える性能ではないかというふうに噂されている中国製の、アリババ、LLM っていうことなんですね。どうですかね。はい、いやいや、まず7バイトで何ができるんだろうって考えました。まあ、でも最近の傾向って結構ね、そのエッジコンピューティングって言って、いわゆるですね、なんて言うんでしょう、少しのデバイス IoT 機器みたいな感じのものにこういう、AI が入って、例えばカメラで投影したものを人かどうか判断するとか、なんかそういう認識のところでよく使われたりとかする技術らしいんですよ。なるほど。はい。なんで、意外とね、この辺って需要があるみたいで、まあ、防犯カメラしかり、例えば、ドライブの、なんて言うんでしょう、自動運転のセンサーとかですね。で、強いてはなんか工場系のレーンの何かとか、なんかそういうのにも組み込まれてるらしいんですね。で、かなりこの辺、需要を伸ばしてきてるっていうものの一つになるみたいでして、で、しかもこの今回のですね、はい、クエン2なんですけど、なんと英語中国語がメインかなって思いつつ、実は27カ国の言語でもトレーニングされてるっていうことで、もちろん日本語も OK っていうことみたいなんですね。すごいですね。じゃあ、はい、組み込めそうですよね。そうなんですよ。ローカルインストールできるような感じになってるんで、まあ、いわゆる、まあ、なんて言うんでしょう、GitHub かなんかでオープンソースで公開されてるものなんで、普通にダウンロードしてインストールして設定しちゃえば、LLM として動きますよっていうものなんですね。はい。で、まあ、もしちょっとね、試してみたいなって思われる方いらっしゃったら、ハギングフェイスの方にですね、クエン2の、まあ、ちょっとデモンストレーションみたいな感じのところで、生成できるような形のプラットフォームがあるみたいなんで、まあ、そちらでちょっと試していただいてもいいのかなっていうふうに思います。そうですね、それは。うん、はい。だからもう、これからね、いろんなもんに LLM 入ってくると思いますよ、本当。
いや、まあ確かにそれはそうですよね。はい。まあ、なんか、ちょっとしたことでも、多分懐中電灯1個作れるにしても、もしかしたら AI 入る可能性ありますからね。本当。いやー、入ってくるでしょうね。はい。まあ、まあそうなるとこう認識っていうところがかなり精度が高くなったりとか、ちょっと一風変わったものが出来上がってくるのかなっていう。そうですね、はい、先月ぐらいかな、あの防犯カメラに、AI が入って、で自分ところの敷地の、認識してる人以外の人が入ってきた時にペイントボールを投げるっていう、なんかそういうのも出てたみたいなんでね。なんか面白いですよね。はい、なんかそういうのもどんどん出てくるのかなっていうね。まあだから強いては、例えばパソコンとかのね、認識とかでも、まあ生体認識とかもね、 AI とか入るとちょっと変わってくるのかなと思いますしね。いやー、変わっていってほしいですね。はい、実際ちょっとやっぱ未だちょっと、外にあるようなそういう生体認識ってちゃんと読まないパターンも結構多いじゃないですか。そうですね。はい、この前もなんかあの僕病院に行った時に、はい、マイナンバーカードを使ってマイナンバーカードを置いて、はい、顔認識してくださいっていうふうに言われて出したんですけど、はい、全く反応しませんでした。ねえ、ちょっとね、顔認識なんて結構古い技術じゃないですか。あれもう多分う、ね、もうかれこれ 7,8 年ぐらい前から Azure で、はい、多分認識するのが一番最初であったと思うんですよね。そっからではほぼ動いてないでもね、ちょっとどうなのかなとは思うんですけどね。本当そうですね。うん、まあ、人が待ってるのに全然ね、認識しないっていう。そうですよね。僕あの大昔グアムでなんかあのパスポート見せた時に、大昔のパスポートで、まあ、あのちょっとすごいなんていうかな、いかつい感じのパスポートやったんですよ当時で今の感じになってて、まあいわゆる写真とギャップがすごいわけなんですよね。だから、なるほど、ね、そこでちょっとね、グアムの方見られて、はぁって笑われて、今いいねってグッド、グッドってやられて、そのまま通されたっていうね、ま、なんかそんな、そう、まあ、AI はね、もっとね、人間を認識してほしいなとは思うんですけど、まあそういうのもね、こういうのがどん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 発展していくとね、便利な世の中になっていくんじゃないかなっていうお話でした。はい。はい、では次のニュースいきましょう。次のニュースです。はい、こちらの方はですね、テッククランチの方にあったニュースでして、なんとですね、 Spotify が、広告主向けの内部の、クリエイティブエージェンシーとして Spotify クラ、クリエイティブラボスっていうものを発表しましたっていうお話なんですね。でこれは何かと言いますとですね、まあいわゆる Spotify と言います音楽の、まあ、あのプラットフォームを持ってらっしゃる、まあ、巨大、まあ、音楽のサービスで有名なんですけれども、そこの Spotify がですね、なんと、まあ、生成 AI を使用した音声広告とかも、開始しますよということでアナウンスしてるんですね。なんで、まあ、音楽の中、ミュージックの中にその広告出しませんかっていうことで、まあ、広告主の方に、まあ、出しやすいように音声広告とかもちょっとやっちゃうと。いわゆる、まあ、なんでしょう、イーカンさんとかの、まあ、イーカンさんとかのこう CM とかも、スポティファイの中に音声で入ってるっていう。はいはいはい、はい。はい、いかんとか、なんか、ちょっとわからないですけど。はい、そう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 。そうそうそう。はい。うっとしないじゃん、大丈夫。ちょっと僕言って、ちょっと若干ダサくて申し訳ないなと思ったんですけど。なんかね、IT 人材のことならいかんみたいな感じで、こう入るっていうことでしょうね、多分。そうですね。はい。気になってくれる方もいるかもしれないけど。そうですね。はい。まあ通常であれば視覚的な生成 AI とかですね、まあ動画の動画広告の中に生成 AI を使うということはいろいろとあったと思うんですけど、いわゆるこう音の中に生成 AI で広告を打ち出すっていうのが結構目新しいのかなっていう内容になるんですよね。そうですね、なんかラジオみたいな気分になってきましたね。そうですね、本当。村岡社長あれですか、 Spotify 派ですか、それともなんかどうか。僕は Apple Music ですね。あ、はい、Apple Music 派ですか。なるほど。僕 Amazon Music 派なんですよね、実は。
一個ノーヒットした、ね、はい、そうですね、スポティファイピンと来てないっていうのでも、ではね、なんか多分ね、若い子結構多いんですよね、スポティファイ。あ、そうですね、いや聞きますよね、うんうん、意外とユーザー多いんですよね多分、うん、アップルミュージックあれですよね、多分その iPhone とかの流れからもうすんなりちょっと登録して、こっちがまあまあ便利だわっていうので登録しちゃった感じです。そうですね、うんうんうん、ですよね、感じしてますね、その感じですね。ああ、僕はもうなんかやっぱりアレクサがいるので、その Amazon ミュージックに走ったっていう、はい、そんな感じですかね、はい。まあまあ、でもこういうね、ものがどん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 出てくるとね、新しいその生成 AI、 音っていうところの生成ですね、がもともと発展していくのかなっていうニュースで取り上げてみました。はい、はい、では次のニュースいきましょう。次のニュース、ちょっとね、お堅い感じかな。これでちょっと最後のニュースになるんですけど、はい、こちらの方、ロイター通信の方にあったニュースです。イタリアで13日に開催された首脳、7カ国会議、G7 ですね、いわゆる。で、そちらの方に、なんと米国マイクロソフトが、出席して、いろんなお話に、席をついたと。なんと、ナディラさんが G7 の場でいろいろ喋ったと。いうことみたいなんです、はい、これね、ちょっとすごいなというのが、まあ、実際にはね、マイクロソフトだけではなかったみたいなんですけれども、ですね、あのブラックロックっていう、ラリー・フィンク CEO とかですね、まあ、イタリアの、エネルギーグループの、会社さんみたいなんですけど、で他にも、金融、まあ、電力大手の、イタリアの金融機関とかですね、でイタリアの、財界幹部とか、まあいろんな方がこう出席された G7 首脳会議だったみたいなんですけど、まあ、そこで、まあ、話し合えられた内容っていうのが、まあ、なんとですね、アフリカの開発を中心して話し合われたということみたいなんですね。でやっぱりもうアフリカのですね、その資源を利用して、でどういう形で包括的に、まあ、ITAI などで、まあ包括的にどういうふうな取り組みをしていくのかということをここで語ったということみたいです。はい。まあなんかこれ G7 って日本も入ってるんですよね。もちろんもちろん。はい。そうですよね。岸田さんが行ってましたね。はい。あ、岸田さん行ったんですか。行ってると思いますよ。あ、そうですか。ニュース見た気がしますけど。へえ。岸田さん話できるんですかね、こういう。いや、怒られるわ、そんな。いや、はい、あ、やはり行ってますね、はい、行かれております。あ、行かれてるんですね。へえ、してるんではないでしょうかね。なるほど、まあ、国内の内容でね、結構手いっぱいな感じになって、支持率、どん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 下がっていってるっていうね。そうですね、結構しょうもないことを言ってるんで、ささっと終わらせてほしいなと思ってる次第ではあるんですけれども。なるほど、なるほど、そうですよね。なんかこう、AI に対しての支援って、岸田さんとかってこう、前のめりでやってるイメージってあります？なんか。いやー、僕ないですね。なんか必要性があるみたいなことはちらっと言ってたのは、なんかのニュースで見た気はするんですけれども、はいはい、実際日本がそこまで動くかなっていうところですよね。いや、だってあれですよ、なんか領収書すら電子化してないような国なんですか、うん、ちょっと、ま、そうですよね。どうなのっていうところ、はい、領収書切らなくていい、なんか予算が100万あるんでしたっけ、なんか200万、いや、もう分かんないですね、はい、なんかすごいね、すごいなって思う。でも、いや、本当ですね、あの、うん、確かあの河野さんでしたっけ、はい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 、河野さんが、はい、はい、昨日か一昨日かな、アップルで、ちょっと、電子認証を、マイナンバーを、はいはいはい、携帯で、できるようにアップルと交渉して、それが成立したらしいですね。ああですね、確かに、はい、マイナンバーカード機能を搭載で合意できたっていうのは、ね、アップルウォレットの中に身分証を提示するっていうのでね、ありますね。そうですよね。まあ、でもただまだ病院で使えないっていうね、なんか意味がわからない、あのマイナンバーカードを。そうですね、病院ね、なんかあの独自端末が置いてありますしね、多分携帯とも多分信用性ないでしょうね、スマホとは。そうですよね、いつになったらこの辺統一するのかっていうのがね、どうしてもなんか
なかなか医療の現場っていろんな癒着があるみたいなんで、こういうのを導入しづらいというのはよく聞く話なんですけどね。まあ、まあ、そうですね、結構、今マイナンバーとかを導入するというか、ああいう機械を置くだけで助成金が下りるらしいんで。ああ、そうなんですか。はい、なんか病院側もやってるらしいですけどね。へえ。まあでもね、だからそういう機械置いててもね、横に人がついといて、でおばあちゃん保険証持ってるみたいな感じで見せてもらえるみたいな感じで 見せられるみたいな。僕なんか両方見せた思い出もありますしね。なんか、あ、そうですね、なんかなんかそんな感じです。そうですよね、マイナンバーあるけど、はい、保険証ありますかって確認されたりとか、あの意味分かれへんっていう、あの全くもって意味がないカードだとは思いますが、はい、まあまあまあというところですね。まあいつになれば統一するのかよくわかんないですけど、まあまあまあ、ゆくゆくね、こういったこととかも整備されて、あのこういう G7 にね参加するときにも IT としてでね、送りを取らないような国になってほしいなというふうに思います。はい、はい、はい、そんな感じで、はい、本日はここまでっていうことで、はい、このチャンネルではですね、生成 AI の、ニュースなんかをお届けしたりとかしております。で、私カワゴンの方はですね、ジェネレーティブ AI エヴァンジェリストとしての立ち回りをさせていただいておりまして、2024年度は生成 AI で道を切り開くということで、365日365人の方と名刺交換調整中であります。よかったら、名刺交換していただける方、ご連絡ください。はい、今日はこんな感じです。いかがでしたでしょうか。いや、楽しかったです。なんかいつもと違う形でしたね。そうですね、ちょっとまあ3つぐらい、ピックアップしてでやったんですけど、まあちょっとで、ね、そんなに目立った感じのものがなかったのかなとは思うんですけど、まあそうですね、うん、ただちょっとね、僕もアリババさんのね、あの LLM にちょっと注目してるところもあってで、うんうんうん、意外とね、あの中国ってバイドゥもそうなんですけど、 AI すごいんですよね、実は。いや、すごいと思いますよ。はい、うん、そうなんですよ。確かあのラビット R1 も、中国の企業だったと思うんで、意外と、うんうんうん、その内部ではかなり AI とかもかなり来てるっていうのはよくよく聞く噂なんで、まあ日本もね、松尾県だけじゃなく他のところも頑張ってほしいなと思いますんでね、ぜひぜひちょっと頑張ってほしいなと思います。はい、ではここまで聞いていただいた方どうもありがとうございました。村岡社長もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、よかったらまたチャンネル登録してください。ではどうもありがとうございました。失礼します。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルですね、動画が良かったなというふうに思う方いらっしゃったら、ぜひいいね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ちなみにですね、チャンネル登録後ですね、こちらの方の登録済みっていうところを押して、すべてっていうふうに切り替えていただくと、新着の AI ニュースの方がお知らせが届くと思いますので、もしよかったらそちらの方もよろしくお願いします。次回もですね、最新 AI ニュースの方をお届けしようと思いますので、よろしくお願いいたします。ご意見とかね、ご質問等ありましたら、コメント欄にお気軽にお寄せください。はい、ではどうもありがとうございました。またね。